スタリスク、ア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 スタリスク、そういえばあれだ。うん。おー、これこの間ポケモンのくじ引いた時にあったやつ。そう、これ買った。あ、買ったんだ。うん。で、塗ってみた。入った。おー。うん。はい。ねえ、ねえ、鉄流しか塗ってねえじゃねえかよ。完成してっから持ってきてくんないか、これ。ちょいちょい、時間がなかった。なるほどね。いや、もう待ち合わせ時間がほら、もう近かったから。あー。うん、そうか、そうか。うん。まあ、2時間待ったけどな、俺。2時間待ったけどな、俺。今日、収録前、この、お互いね、その日仕事で残業かなって思ったの、俺、最初。うん。DM なかなか返事ないから。うん。したら、パチンコ。そう、ごめん、ラッシュ終わんないって。いよいよ本格的なクズになってきたな。違うんだよ、信じてくれ。こんな悪気はなかったんだよ。知ってるでしょ、うるすい奴ら。はいはい。アマネジ。はいはいはい。レンチャン率低いでしょ、あれ。はいはいはい。それがなんで25連もするのさ。ああ、まあ喋れば喋るほど言い訳にしか聞こえなくなってくるよ。ごめんね。ほんと、ごめんね。俺はね、別にわかるさ。だからそのシステムがわかるから、わかるけど。理解あるわ。でもこれね、大丈夫かな？これサンリオの動画なんで。そうね。パチンコやってない人多分多いから、シンプルに、フィーバーしちゃったから2時間遅れましたはただのクズだと思う。ごめんなさいでした。めげないしょうがない。ごめんなさい。はい、今回の動画はサンリオポムポムプリン当たり口やってきまーす。イエーイ、プリンくーん。最推しよ。そうだそうだ、もう YS レオナの最推し。ドドーン、手の動き逆じゃない。最推しって どれなんだよそんなの。はい、今回はね、プリンくんの単独くじってことでね、もう何引いてもプリンくん、100% が当たりのくじでございます。では、早速、ラインナップの方、紹介していきます。はい、まあ、いつも通りね、上位賞は3種類ありまして、ぬいぐるみ、そしてラウンドキルトマット、そしてツーウェイバックという感じになっております。今回、家電という家電がないなって思いました。全部布系っすよね、これね。そうね。うん。ただね、このリボンが、めちゃめちゃ可愛いのよ。イラストもめっちゃ可愛い。キルトマット。いやー、素晴らしいじゃないの。続いて、会場の方ですね。はい、こちらが、マスコット。で、サコッシュのイエローとオレンジ。そして、ポーチ。で、お手拭きタオル。そして、保存容器のイエロー&ブラウンと、オレンジ&レッド。そして、メラミンプレートのイエローとオレンジ。そして、最後に、ラストスペシャル賞が、クッション、このクッションのイラストもめちゃめちゃ可愛い。蜂蜜、にょーん、にょーんしてる。まあ、とにかく被らずに、もうまんべんなく、いろんな賞を引いていきたいなっていうところではあります。ただ、今までのプリンくんの当たりくじに比べて、おそらく俺の予想ね、アスタリスク率、ちょっと低いんじゃないかなって、思ってはいる。少なくともこの写真ではないんだよ。ないね。そうね。視聴者さんがね、結構プリンくん手に取るとついアスタリスク探しちゃいますとか見ちゃいますっていうコメントがね増えてきてめっちゃ嬉しいっす。おう、うん、いい感じに洗脳されてるなって洗脳、ね、思っております。それでは今回の企画は1万円分引いていきたいと思います。じゃ、サンリオくじ過去に2万円企画とかやってるのになぜ最推しなのに1万円分なのかっていう理由をね3つ発表したいと思います。まず1つ目、上位賞で特別、これ絶対めっちゃ欲しいっていうのが、そんなに欲がね、なかったからです。だったらもう会社も含めて、まんべんなく欲しい。それだったら、まあ1万円でもね、ある程度手に入れられるのかなって思ったので、はい、それがまず1つ。そして2つ目、愛があれば、引けます。回数重ねて、上位賞を引いた、やったじゃなくって、あえてちょっと少ない回数で、神引き、見せてやりますよ、俺が。はい。というわけで、愛を確かめたい。いやー、でかく出たね。これが二つ目です。そして三つ目、最後の理由、これ大事。YS、今月度、クレカの請求30万円です。安い原付き買えちゃうぞ。ほんとだよ。どうすんだよ、これ。そうだよ、このまま行ったら俺自己破産してゼロから始める新生活しなきゃいけなくなっちゃうよ、これ。新生活か。うん、裁判所に行ってね。自己破産してね。そうだよ、手続きして。いや、リアルだからやめよう、これ以上は。うん。しませんよ、大丈夫です、しませんから。僕ね、はい、お手拭きタオルが欲しいもんで、はい、それ以外出たらあげるよ。ああ、本当に。だってもう自己破産するような人間でしょ、だから、冗談通じないのか、お前は。
それでは、最吉のプリンくん、まんべんなくたくさん弾けるように頑張って、行きましょう。これってまだ誰も弾いてないんですか、プリン？今出したばかりで。出したばかりで。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあもう。これはいいんじゃないですか。はい、こちらが6回ですね。はい、お願いします。そう、多いして、うん、あ、すいません。大事よ、ここキルトマット来た。マジで。おお。そう、2枚しか出てない。そうなんですよ。まさか出るとは思わなかった。見つかった。あ、いいね。惜しい。3番。あとは被らないように。お、嬉しいタオル。俺の。俺の引きはね、もっとすごいのが出てくるからな。おし。やったね。俺は結構上位引き手、保存容器。うんうん。被ってはいない。スウェーバッグか、ぬいぐるみ。あ、マスカット。あ、でもマスカット可愛いかな。はい。あ、ありがとうございます。はい。めっちゃプロテイン。なんか朝頑張れみたいな感じ。こちらが8番。はーい。おお、はい。はい、ありがとうございます。これはまだ見ないでおこう。はい、じゃあこちら7枚お願いします。引き方任せるぜ。はい。こういう風にね、なんかね。いいな、出たいな。一枚か。全部ついてるのは。おお、飲み物。ね、二発。これで三本。ばっかりですね。お願いします。頑張れ、デカビタパワーで。デカビタパワーで。デカプリンクマスコット？もしくはデカツウェイバッグ？今回はプリン君カラー。そうだね。ね、オレンジとマッチしてる感じ。よし。はい、行きます。筋肉行くぞ。メラミンプレート。おー、香りなし。ピンクでもタオルが欲しいって言ったから。そこしようよ。オレンジ。タオル、そうね、そう、タオル欲しいんだよ。タオル引こう。それ欲しい。マスカットか。マスカット。結構かぶっちゃってるね。そうね。保存容器。なかなか渋いタオル。保存容器。あ、でも違う色が。ね、違う色が。ラスト。スウェーバー。最後に見せたよ。スウェーバック出た。俺だけだ。上位引けてないの。雑魚俺。雑魚な。俺。おい。経験者が語る物欲センサーは出すな。欲しい。あ、え、そんな大きいんですね。でかい。ちなみに YouTube やってますよね。やってます。ここら辺の人だったんですか。あ、そうです。はい、私見てますよ。本当ですか。うん、ありがとうございます。びっくりしました。店員さんで声かけられたの初めてです。本当ですか。はい。あ、はい、綺麗なやつだ。素敵ですね。夢は見させてもらったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、優勝優勝って言いたいところだけど。ああ、どうした。 YS だけ、うん、上位賞引けないっていう。愛伝わんなかったわこれ。そうな、うん、空回りしたわ完全に。あんなに、ね、意気込んでたのによ。気合だけっていうね。ぜひいいねと思ってくれた方ですね、下からチャンネル登録と高評価で応援の方よろしくお願いいたしま す, いします。なんとレオナがね、キルトマット当てて筋肉が爪バッグを当てましたと。はい、まあ、ぬいぐるみ以外のね上位賞が当たりましたって感じで、もういや十分でしょう。めちゃめちゃ嬉しかったよ。
弾けなかったけど俺は。うん、引っ張るね。引っ張るよ俺は。佐吉の単独くじなんてそんなに滅多に来ないから。そうだな、悔しいよ俺は。ただただ悔しいです。次に生かそうぜ。そうだね、次回はお前なんかに引き負けねえから。おお、受けてたってやるよ。よし、やってやるよ。はい、それではね、もう会長たちももう明日に着くからね、もう見たくて見たくてしょうがないんで、ちょっともう紹介いきましょう。はいはいはい、メラミンプレートイエロー。いや、でかいね、これ。でかすぎる。いや、びっくりしたよ。プレートこんなでかいの。最近さ、モスとプリン君のコラボのプレートもらったんだけど、サイズ感がね、ほぼ一緒。はい、質感がちょっと違うかなっていうね。まあ、こっちはね、プラなんで、はい、あっちは陶器だけど、それぐらいで、もうめっちゃめちゃクオリティ高いのよ。びっくりした。これ軽くパーティーできるよ。そう、お菓子をね、こう、バン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 ですね、たくさん乗っけても、もう、うん、みんな満足な量を乗せられるで、これ。いや、すごい、これは。マジででかい。はい。で、イラストがね、このキルトマットまだ開けてないけど、これと同じデザインになってるんですね。はい、もう俺の頭の中もね、パーティーしちゃうよ俺。頭の中パーティーか。うん、すでにパーティーだけどね。いや、めっちゃ可愛いな。やっぱイラストだね、これはね。もう本当にプリン君だけじゃなくてね、この周りもすごい賑やかだね。本当ね。はい、はい、ちなみにアスタリスクはないってあるわけねえだろ。筋肉一人でパーティーしてください、これで。いや、一緒にやろうぜ。はい、続きまして、保存容器のイエローブラウンとオレンジレッド。はい、これ二つでワンセットとなっております。で、この色がね、もうちょっとね、イエローだったら中も黄色と。まあ、一番はやっぱプリン君だから、イエローが一番なんか、まあ、しっくりくるなっていう感じはあります、個人的に。はい、じゃあイラスト一個ずつ見せていきましょう。はい、イエロー、こんな感じですね。めっちゃ可愛いな、やっぱな。見てるだけで癒されるわ。はい、ブラウン。え、何が違うのこれ。あ、なんだ、びっくりした。イラスト違うものだと思ってたからさ、何が違うんだって思っちゃったよね。はい、オレンジレッドのイラストこうなってます。へえ、片足上げちゃってんだ。そうだ、蜂蜜をつくやつも持ってる。ちょっと一個いい、これ片足上げてるからちょっとアスタリスク若干見えたりしてないかな。サイド、サイド、アンダー、ない、ないね、ないよ。もうちょっと足上げてほしかったね。あー、そうね。したらもうアンダーアスタリスク、うん、見えたかもしんないのにね。で、このさ、白いキャップみたいなのこれ何？これは多分湿気を取る。これ蒸気？蒸気じゃない？ここ外して。何これ？よくわかりません。いや、めっちゃ可愛いよアスタリスク、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 アスタリスク。あ、そういえばさ、うん、さっき荷物置いてこっち来るときに、うん、いつものパトカーよ。はい、警官出てきまして、なんと YS、はい、年齢確認されました。年確だけでした。若く見えたんでって、もう俺そこ言ってよ。いや、昭和っすよ俺って言ったら、あっちも昭和っすかって言われたよね。夜中に外を歩いてちゃいけない年齢って、これ18歳未満でしょ。あ、そうだ。だから俺18歳未満に見られたってこと。おー、女子じゃねえわ、男子高校生。いや、そこ言い間違えんの。はい、続きまして8番のお手拭きタオル。後ろから見せんなって。これが正面なんで、俺にとって、俺にとっての正面でございます。そうです。なんて言ったってプリン君のやっぱね、チャームポイントですから。これ本当にね、可愛いよ。もうこれがセットのプリン君、本当に今ね、ここで初めて、今このくじね、紹介して初めて拝めました。拝めたね。めっちゃ嬉しい。安心する、マジで綺麗だね。綺麗だね。ブラウンで、縫い目があれですね。また何、縦が一番、あれ縦一番上じゃない、何、法則乱れ。ちょっと待って、縫い目、縫い順違うぞこれ。嘘でしょ。ちょ待って、俺の知ってる縫い順じゃないこれ。縫い順じゃない。1、2、3でございます。はい。へえ、新たな発見。でもちゃんとこれ公式のものですから、縫い順は特にこだわりはないっていうことが、このくじで分かりましたので、まあ、自分の中ではね、すごい成果がありましたよ。お、一歩前進。この見た目でタオルってなかなかちょっと想像つかないけど、拭いちゃっていいんだ。そうね。急にこんなのがお手洗いにあったらさ、戸惑うよね。拭いていいんですかってなっちゃうよね。ただ間、こう引っ張るとね、ちょっと隙間開くような感じで、まあ、ちゃんとね、2枚重ねの、はい、吸水力抜群のタオルでございました。いやー、よくできてる。いやー、素晴らしい。で、地味にこのタグも可愛いんだよ。ほら。
めっちゃ可愛くない？本当だ、可愛いかも。ね、ちょこーんとしてて手こうやって乗っけてる感じでね。はい、続いてポーチですね。はい、このさデザインはすごい 2way バッグにちょっと似てるんだよね。はい、まあそんな感じで、ほら一緒。まあちょっと耳がねこう寄ってるとかそのぐらいの違いだけど、はい。で裏面がこんな感じで、またいるね。いるね、これ可愛いな。めっちゃ可愛い。これワッペンかな、上からね貼られててね、これめちゃめちゃ可愛いです。しかもなんか素材キラキラしてるね。うん、はい。でなんとチャックこれ2つあって、真ん中からこう両方ね、すごい時間効率いいのかなこれね。おー、すごいね。お、内ポケットあった。 あるね。長く1枚、ここにね仕切りはないんで、はい、こんな感じですね。で色も黄色ではなくて、まあブラウンな感じかな。これ中まあ入れるのはね、まあ普通に小物っすね。はい、まあいつものポーチとサイズ感はそんなに変わんないかなっていう感じではあります。続きましてサコッシュのオレンジ。いやー、こちらプリンクが3匹もって ね表情豊かに、めっちゃ贅沢だね。イラストがかわいい、かわいい。裏面の方もぎっしりまんべんなくオレンジ色になっています、うん、はい。でなんとここにポケットもありまして、その中にもしっかりしたオレンジなんですが、ここにポケットがある分中の方の内ポケットがない状態。うーん、なるほどね。で素材としてはなんかかなり厚手の布、縫い合わせられた布を使われていて、うん、紐もかなり頑丈、多分綱引きで使えるぐらいの紐を使ってるかな。まあ使わないけどな、綱引きをな。はい、で長さは、はい、めちゃめちゃ長いです。サコシなんで、うん、首にかけても、まあ、だいぶね腰あたりで、はい、こうやってお出かけすることができます。見えてね。はい、続きましてマスコット。リボンどうした？寄ってんな。めっちゃ曲がってるぞ。直してあげるね。はい、直んない。ちょっとなんだ、寄っちゃってる、また寄っちゃってる。なんだこいつ、反抗期か。このリボン直った、直った、直ってないけど、まあいいや。はい、いやめっちゃ可愛いよね。ちょっと見ていい？なるほどね、この引き締まったパターンね。引き締まっちゃいやつだから、このサイズ感に対してちょっと小さめサイズっていうのは俺の中では引き締まりっていう、はい、解釈ですので、はい、こちらが引き締まりアスタリスクですね。で尻尾もね結構ピンって立ってる。あ、見てくださいよ、このてっぺん部分も。はいはいはい、これカプチーノ。なるほど、そうです、頭にもうカプチーノ乗っけて。あー、やばいね。ボールケーチェもついてるから、これねもうカバンとかにもつけられちゃう。素晴らしいじゃないのこれ。かわいいね、いいね。まあつけるならこうだよね、こういう感じでつけたいよね。見せつけんだね、いろんな人に。見せつけるよ、そりゃそうだよ。これを見ろ、この門どころが目に入らぬか、訪問どころ。では最後に上衣装、ツーウェイバックとキルトマット。これはね大きすぎるんで、いつもの外ロケで行きたいと思います。それでは不審者タイムスタート。不審者極まりねえな。はい、ツーウェイバック行くよ。はい、はい、どうですかこの可愛らしい顔がドドンとね。はい、めっちゃ可愛いね。で 2way ってのが何が 2way か分かんなかったんだけど、ここにまず一つ手で持てる用の紐がついているのと、二つ目これを調整すれば肩にかけることができるということで 2way です。で中身がかなり大きいです。そこの方もマチがあるもんで、はい、かなりの大容量。すごいね、めっちゃ入るじゃんこれ、ね、でちゃんと内ポケットもありまして、うん、でさらにここの顔のところのこの帽子マジックテープになってて、ここにもさらに入ると。外ポケットからのメインからの内ポケット3つある。しかもめっちゃ入るでしょ。すごいよこれさ、過去のそのショルダーバッグとかバッ、まあ、普通のバッグの中でもかなり実用性高いものかなって思います。何よりもやっぱりね中身すごい入る、うん、大容量、これがねかなりポイント高い。これめっちゃ嬉しいね。でちょっと耳のところはね固定されてるもんで、そうだね、こう多分ブルンブルンってこうなんないようになってますね、うん、だね。で裏面はさっきのねポーチと同じような感じで、ね、ちょこんとした可愛いプリンくんがプリントされてる、うん、プリンだけにプリントって。じゃあ最後の去っていく姿でオチをつけてください。わかりました、はい、よし行くで。一緒じゃねえかよ。それではキルトマットいきますよ。すごくない？めっちゃ高くない？
すごい。めっちゃでかくない？家のさ、リビングとかにこれ床敷いてさ、うん、あの仕事から帰ってきた時に、あー、プリンくんってこう、ゴロッとしたい。あー、なるほどね、ダイビングしてね。めっちゃしたい、これ。ダイブして。表面、結構サラサラしてる。で、この網？なんつうの、この網状の縫い目っていうのかな。あー、縫い目ね、はい、はい、うん。これがまあ、キルトマットのその特徴なのかな。ね。っていう感じですね。で、裏面ね、地味にね、つぶつぶあって、これおー、滑り止めか。そうそうそう、ちゃんとついてました。それはすごい。うん。で、この、もうとにかくこれはね、このデザインの可愛さとサイズ感、うんうん、これをね、とにかく視聴者さんに伝えたいなっていう感じですね。めちゃめちゃ、こんな大きいと思わなかったからさ、うんうん、すごいテンション上がったよ、見た瞬間に。持ち方がさっきから思ってたんだけど、投球紙みたいなんだよね。どうやってやったの？いや、合ってない。トゲしてさ、そう、あー、そう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 、今すごい早い、 YS2 すごい早い。でもそれだんだんやっとね、テーブルクロスを抜いてる人みたいになってんの。やったー、やったー。まあ俺引いてないけど。いや、めっちゃ可愛いよ、本当に。これもねえ、これが部屋にあるだけですごい華やかな。やばい。もうただね、個人的には 2way バッグが一番びっくりした。あ、あれ、ね、クオリティの高さね、やっぱね、うん、実用性もあるしね、うん、お、見て、筋肉、んクレープ。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ワイスチャンネルは9時動画たくさん投稿しておりますので、9時大好きな方はぜひ下からチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローで応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は最高な一日になりました。またね、最後の9時来たら、その時は俺も上位賞を引けるように頑張りたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃん。世界は喜びが溢れているものが